どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、スティーブクラブの会員ナンバー9番の子を紹介しようと思います。この子ですね、タンジェリンエニグマでございます。今日はね、この子をじっくり紹介したいと思います。はい、こちらの子でございます。かっこいい目してます。タンジェリンとエニグマが掛け合わさってできた子供ですね。スティーブさんは最近タンジェリンとエニグマをね、かけるのが好きみたいで、すごいね、いろんな色の子がいましたけど、どの子もすぐ売り切れてしまうんですよね。なのでこの子はもうなんとか手に入れたっていう感じでございます。で、この子を見てね、思ったのはこの目の素晴らしさですよね。よく目の赤い子とか多いんですけど、あのブロンズみたいな色してるんですよね。光を照らしてみると赤くも見えますね。はい、めっちゃかっこいい目してます。一応ね、女の子なんですけどね、スティーブさんのところのレオパはね、この大きさが普通です。餌の方は今レオパゲルを食べてくれてますね。うちに来てからずっともうレオパゲルばっかし食べてます。何の問題もなく食べてくれますね。で、ハンドリングも問題ないので、この子はいつでも販売できます。やっぱね、このエニグマ特有の乱れ方がいいですよね。この尻尾なんか特にかっこいいんですよね。ちょっと灰色な感じ、この尻尾はね、おっさん好きですね。エニグマの尻尾好きです。はい、ということでね、ここから先はこの子のプロモーションビデオの映像になりますんで、最後までね、ご覧ください。